力感ある攻めが連日光っている1号艇今村、得点トップで準優勝戦この絶好枠12レースの1号艇を手にしました。他を寄せ付かない圧勝劇を見せて明日の優勝戦1号艇を手にすることができるか。その1号艇今村が人気の中心、相手は田中と石倉、そして八つが分け合う状況になりました。3連単の一番人気は1日3の7倍ということになりました。田中和也が2コース回りオール3連単での勝ち上がり、逆にこちらは両掛け牌を見せています3号艇石倉陽光です。角は4号艇、昨日のエースで減点ありましたが逆に本来の持ち味を見せるか。角は八つです。松下5コース、そして6号艇18番目で乗ってきました隙柄が6コースです。ラストの順位12レースインから枠番通り1番2番3番4番5番6番です。スタートしました2コースから2号艇田中、そして4コースから4号艇やつが好スタートですが、インからスリット後伸び返すら1号艇今村、今村が張って逃げ寄っていくセンターからまくってくる3号艇石倉陽光、石倉まくっていきまして合わせていったら1号艇今村、しかし3号艇決まったか、まくりが決まった石倉陽光、しかし餌先をかけるする立ち上がってから伸びていく1号艇今村、2艇の突破争い3番手は5号艇の松井、さらには2号艇田中、4号艇やつ6号艇隙から12レース準優勝戦スタート正常です。握り合いとなりましたが1号艇今村うまく合わせていきました。外は3号艇石倉陽光です。先頭は1号艇今村が2マーク絶品でした。先頭キープは2艇身3艇身2路、2番手で交代3号艇石倉、3番手混戦浮上して5号艇松下がキープ、地方の台形現在は135でレーサー2周1マークの旋回、2号艇の田中4号艇が現在4番手5番手外に切っていく、2号艇詰めていく田中和也が今度は5号艇松下全速戦で一気に3番手で逆転成功になりました。4番手で交代5号艇松下、現在上位台形変わりました132の体制となりました。後方5号艇松下4号艇、そして最高6号艇杉原西乗りマークの展開です。1号艇今村が石乗りマーク競り合いとなりましたが無垢それを制しました。1号艇今村信孝、そして2番手ですが3号艇見せ場を作りました3号艇石倉、3番手は2号艇田中、132の体制固まったが一旦こちらも3番手の勢浮上して5号艇松下ですが現在4番手4号艇やつ、そして6号艇杉原最終周回の1マークに曲がってきます。どうやら明日の優勝戦は1号艇を手にすることになりそうです。先頭1号艇今村、そして2番手でクリアとなった3号艇石倉陽光、3番手は2号艇田中、132の体制になりました。方法変わらず4号艇やつ、さらには6号艇隙柄と5号艇松下、5番手の争いで最終ターンマークに向かいます。3連単の132の図は 8.6 倍です。ラストターンマークから最後の直線コース、今村信孝が1番人気に応えました。3号艇石倉2番手、3番手2号艇の田中に打ちをついた4号艇やつ、3番手の選手接戦です。先頭1番の今村五輪、2番手は3番石倉五輪、3番手はわずかに2番の田中五輪、4番八つが五輪、6番の隙柄、5番の松下が五輪。